願いします。はい、ああ、そうそう、マイクチェックを。マイクチェック。マイクは大丈夫なんだよ。ドンってやらなければ。そうそう、始めるよ。はい、はい、あらら、皆さん、どうもどうも、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。この後ですね、 FM ギノワン、ギノガルフ始まりますので、はい、よかったら聞いてください。はい、前半はこの Facebook 動画でも配信しますんで、あとあとはね、Ustream とか、うん、ツイキャスとか、はい、そういうのでよろしくお願いします。あと今電話かけないでくださいね、切れるんでよろしくお願いします。そっか。よろしくお願いします。今まで奇跡的ですよね。今までもすごい、1個もない、うん、すげえ。では最近クスッときたというか、まあ、本当どうでもいいような話なんですけど、うん、はい、僕このギノガルフ来る前にコンビニでいつもアイスコーヒー買って来てるじゃないですか、はい、まあ、ローソンで、はいはいはい、ローソンで買ってるんですよ、うんうんうん、パイプラインのローソンで買うんですけど、はい、先週もその、まあ、いつものようにコンビニでローソンでアイスコーヒーを買って、うん、でいつも僕シロップとミルク入れるんですよ、はい、アイスコーヒーにね、うんうんうん、で、パイプラインのそのローソンっていうのが、まあ、そのシロップとミルク入れるところが、まあ、玄関の近くにあるんですけど、はい、でアイスコーヒー頼んで、まあ、シロップいつものように入れようと思ったらシロップ落としちゃったんですね、はい、で拾おうと思ってこうやってしゃがんだら、その、しゃがんだせいで自動ドアがパーって開いて、店員さんがいらっしゃいませって言ったんです。くすっ。これだけなんですけど。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、矢作優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。クスッとしたの、うん、おかしくないですか。だってちょっと考えてください。俺がお尻突き上げたら、うん、まあ、しゃがんでお尻、まあ、突き上がったんでしょうね、うん、それがセンサーに反応して自動ドアが開いて、うん、店員さんがいらっしゃいませって言うんですよ。いや、もうあれは俺のお尻にいらっしゃいませって言ってるよ。もう あれは条件反射なんですよ、ね、職業病みたいなね。そうそうですけど、もう明らかに人は誰もと俺のお尻で自動ドアが開いていらっしゃいませです。いろんなこと含めてクスッとしたってちょっとね、そうですか、まあ、幸せ感じましたよ、ね、なるほど、いやいいですね、まあ、こうやって日々なんか些細なことに幸せを感じていくのが一番いいですよ。そうですね、一番いいですよ、はい、はい、さあじゃあもう早速いっちゃいますか。はい、なるほど、このトークではなかなか話題引っ張れないっていうことなんですね。そうですね、クスッとしたのはまあ、はい、いろいろあるんですけど、はい、思い出していかなきゃいけないなと思いまして。あ、そうです、我々のクストークも聞きたいですか。ああ、まあちょっとじゃああれはクスッとした話、はい、あ、パッとは出てこないですね。決め打ちじゃないとこれは出ない、ね、そうですね、確かにこれは事前に言うべきでしたね。そうですね、今日駐車場ね、はい、下で、あ、はいはい、ゆうこちゃんと会って、はいはい、ゆうこちゃんはそのルーティンでいつも階段上がってくるんですよ、ですね、エレベーターではなく、あ、言ってたよね、うん、行きか帰りどっちかは必ず、はい、そうそうそう、行きは必ず階段、うんうんうん、クスッときましたね。は、下手か、喋り下手か。じゃあ繋ごうかなと思って、さあそれでは、はい、この1週間何があったのかなのコーナー行きたいと思います、はい、これもあれですよ、リスナーさんも僕も優子も気になってると思うんです、うん、イハさんから聞きたいなと思います。この1週間先週ね、うん、スマホをなくしたっていうことを気になってるんですよ、うん、今日見てください、うん、なんとこのスマホ復活しました。ニュースマホじゃないですか。ニュースマホですね。ということは、はい、ドコモショップに行って、うん、まあもう新しいの、いや
復活というか、復活というか、まあそうですね、新しいの手に入れた手に入れた新入りね、うん、新入りでもこれね前と同じ機種なんですけどね結局ね。あ、そうなんだ、はい、前はもう見つからなかったというか、ね、見つからなかったですねやっぱり。ただねこれもうこの間の日曜日に変えたばっかりなんですけど、はいはい、やっぱスマホないと不安っすね、うん、いやそうだと思うよ。僕別に Facebook とか Twitter まめにやる方じゃないですけど、はい、やっぱなかったらね、うん、不安で。いやもうほら例えばさ写真撮ってちょっと資料にしたりだとか、はいはいはい、メモしたりだとか、うん、まあ、連絡はもちろんだけど、うん、なんやかんやでもうこれないと困るもの1位でしょ、うん、今1位、ほとんどの1位かも、うん、だからもう戻ってきてからはもうずっとねなんかね、うん、可愛くてしょうがないっていうかどういう意味、ずっと手になんか持っていたいずっと手放したくない温めときたい別にあの育ってほしいです。卵から帰らないですよ、ね、別に。いやースマホってすごいですね。でも何年か前までは全然スマホ持ってなかったのにね。まあまあいわゆるガラケーでしたもんね、みんなね。そう。ただだからまあ、店員さんにも、うん、やっぱこうやって機種やり取りしてる時に、はいはい、ドコモショップでね、うん、店員さんに聞いたんですよ。店員さんももしかしてなんか紛失とかやっぱしたことありますか、うん、って言ったら、はいはい、店員さんは、うん、いや紛失はないですけど、うん、スマホを車に踏まれたことはありますって言ってました。やばい。あ、それもなかなかですねって。落としたらそのまま踏まれちゃった。そうそう、踏まれちゃってっていうこと言ってましたよ、うん、やっぱそれもなかなか。なるほど。すごいショックですよね、目の前で、うん、目の前かどうかちょっと聞かなかったんですけどね、うんうん、もうだから夢も希望ももうそこでなくなっちゃうってことで、ね、かっこいいな、うん、僕の場合はまだもしかしてあるかな、なんか何かね、メモリもあるかなと思ったけど、うん、まあ、あっちゃんもコッパみじんですからね。そうですね、うん、今続きはティラノサウルスさんが初見ですということで、こんばんは。こんばんは、左の方胸元空いてますんで、これ僕のことですね。ああそうなんです。あ、本当だ、はい、誰かも言ってましたけど。で真ん中の方は女性、すごく綺麗ですね。女性です。最初に女性です。はてなってもうどうしよう、やばいやばい、焦る焦る。多分ね、これ後で全員ちょっと拾う形いませんね。あとスマホって俺もうそろそろ2年経つんですよ。はい、でそうなんで分割が終わったところでうまくできてるねバッテリーがっていう話を前もしましたけど、そう、これそう、これどうするべき？変えるべき？あ、バッテリーがなくなったらってこと？新しい機種に、それともバッテリーを交換するべき？どっちがいいの？自分が今持ってる携帯の前が全くカンナさんと同じ状況だったんですよ、うんうんうん、この2年経って、うん、よし、支払いがね、まあ、終わったぞと、うん、本体料金が、うん、あ、こっから安くなると思った時にバッテリーがもう切れて、うんうん、充電してもう取った瞬間に一気に10とか10%とかなるんですよ。もうあれ困るよ、だんだんそれに近くなってきてる。そう、うん、で au ショップに行った時に、うん、この店員さんに聞いたら、うん、バッテリーを変えるのが3万円ぐらいする、うん、いやそれ正規でやるから、だったら機種変した方がお得ですよって言われたんですよ、うんうん、で、あ、そっかと思って機種変したんですけど、うん、計算したら月々の支払いがだいたい1万を越すんですね、機種変をしたことによって。なんかバッテリー変えればよかったかなって自分はちょっと後悔してるかな。今さ、例えばスマホ壊れたら画面直しますみたいなショップがあるでしょ、はい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 、利用したことあるんですけど、はい、すごい早いしすごい安いですよ。え、それでその先は大丈夫なんですか、うん、大丈夫ですよ。あ、本当？バッテリー交換した人もいますけど、うん、まあ、保証が効かないと、正規じゃないから、はいはいはい、ただそれでやるとだいぶお得になる、何千円か出てきます。おお、バッテリー交換は。ただほら、うん、どんどん機種が新しくなってきて重くなっていく、重くなるんですよね。 それがね、嫌な部分もあって、機種変でもこの先、うん、まあ、どんどん新しくはなってるんですけど、うんうん、この先もっともっとって何がなんか加わってくるんだろうって思いません？なんか、今日記事に出てましたけど、僕今6なんですよ、 iPhone、はい、で7にしようか6Sにしようか悩んでるんですけど、うん、8が今年中に出るかもしれないみたいな、なんか見た、はい、うん、そこでは、充電がワイヤレス充電になる。あ、なるほど、そうそうそう、それ便利で、ネットで出てましたね。あとインカメが見えなくなる、だから画面全体がもうなんていうの、あ、ディスプレイになる、画面になるんですよね。そう、はいはい、内側が全部ディスプレイになる、はい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 、あとは何だったかな、あ、ボタンが
ないボタンが、そうそう、これはもうもうなんかない感じですよ、うん、あと何だったかな、なんかそういう感じになっていくそうですよ、うんうんうん、へえ。ですよね、でもさ、こういうの慣れていかないとどんどん取り残されていきますからね。うん、確かに。どうしようかなと思ってすごく今悩んでますね。これね、うん、僕はあのあっちのラジオじゃ言わないんですけど、うん、モバイルプリンスから聞いた話なんですけど、はいはい、モバイルプリンス、はい、引き止めポイントって知ってます？引き止めポイント、皆さん引き止めポイントって知ってます？ロッキー、知らない、初めて聞いた。あのですね、あんまり堂々という、まあ、放送でもあんまり言っちゃいけないのかもしれないんですけど、うん、ナンバーポータビリティ、うん、あの同じ番号で他社に変わるみたいな、うん、それの手続きをするわけですよ、はい、変えたいんですけどみたいな、うんはいはい、そうしたらあっちが、あ、なるほど、ちょっと待ちくださいって言って、うんうんうん、あ、実は、うん、こう、何これ今ギャラリーの方が、あ、モバイルプリンス、あ、画像を、機長さんがね、機長さんが、ありがとうありがとう、やっぱ、いつもと違うからさ、ちょっとタイミング違うかな、ね、今ので、タイミングはもう聞いててね、写真部の部長にね、そう、引き止めポイントっていうのがあって、はい、そのちょっとお待ちください、実は何々様、長らく使っていただいているので、うん、その他社に変更される前に、はい、我々から何万ポイント差し上げますが、うん、あ、なるほど、そういうのがやっぱあるんですね。これで、直して考え直していただけないでしょうかっていうのが、うん、運が良ければもらえる、すごい、全員じゃないらしい、はいはい、だから多分ツイッターで検索で引き止めポイントってめちゃくちゃ出てきますよ。あ、そうなんマジで。でこれを僕実はやったんですよ、この、はいはいはい、もう僕デジタル通貨の頃から使ってるんで20年ぐらい使ってるんです、はい、実は携帯を、うん、だからもうこれは大丈夫だろうと思って、うん、やったら全然引き止められない。どうぞ。全然引き止めポイントくれない。あ、そうなんだ。はい。いやもう、あなたの契約だとその日割り計算ができないんで、月末に変えた方がお得ですよって言われたから、うん、そうですか、じゃあまた月末に電話しますって言って終わった。あ、まあ、全部が全部じゃないんだ、ね、悲しい、ちょっと。もう向こうは向こう、生成するわみたいな。なんかね、これ完全に運らしいんで、まあよかったら、はい、試してみてはいかがでしょうか。うん、はい、初めて聞いたの、うん。ちょっと長くなりました。すいません。じゃあ続いて、はい、ゆうこ。はい。はい、先週の土曜日に CM 撮影がありまして、うん、で一応バンドルカードっていうプリペイドカードの CM の撮影だったんですけど、バンドルカード、はい、ほうほう、で本当はですね、うん、日曜日に撮影するってだったんですよ、うん、ただちょっと天気が怪しいということで外の撮影があったので、うんうん、急遽土曜日になったんですけど、土曜日ギリギリ雲も持ってくれ、うん、雨も降る手前ぐらいでちょうど撮影も終わってって感じだったんですけど、うんうん、私服の撮影だったんですね、うん、でヘアメイクさんとかも入ってくれて、うん、自分も結構かっこよく仕上げてもらったんですよ、うん、でこの撮影の、まあ、演出的な感じで OBP のメンバーで撮影だったんですけど、うん、3グループに分けるってなって、はい、自分とルーリーレンレン、うん、で、梅マリーとココナ、うん、マリンとリリーっていう最初分け方をしてたんですよ、うん、でそしたら自分がルーリーとレンレンと分けるってなって2人をこう手をつなぐ両手で、うん、で、あ、はい、あっち行こうみたいな感じの演出だったんですけど、うん、撮影始まった瞬間に監督さんがストップって言って、うん、ちょっとママに見えるって言われて、あ、やちょっとだね、完全にママに、完全にそう、なんかそれママの演出だよ、そう、うん、もう完全にママに見えるってなって、うんうん、その時の写真はないんですか？あ、それはない、今回はないんだ、ないなかったんですけど、はい、そうかそうか、それはそうだよな、そう、それで急遽ごめん、やっぱ変えていいってなって、うん、自分じゃなくてマリンがこのルーリーレンレンとのグループ、うん、で自分はリリーとのグループになったんですけど、なるほどもうそんなことありつつ、でも結構ね、うん、みんな楽しんでできて、うん、まあ、この放送が6月頃から CM で流れるそうなので、あ、そうですか、はい、はい、ぜひチェックしてみてください。もちろん 何カードでしたっけ？バンドルカードっていう、バンドルカードですね、プリペイドカードのものですね、楽しみですね、うん、それじゃあよろしくお願いいたします、はい、はい、じゃあ僕も、うんうん、ですね、この間下髪見まして、お、くすっと、これくすっときた話？違うやりたいんじゃん、人生で一番ぐらい舌噛みまして、まだちょっと残ってるんだけど後が、はい、あ、本当だ、こんなもんじゃなかった、まだ残ってるんだ、 ここが全部青くなるぐらい、うわ、何の時に、これが、うん、例えば何か食べてる時ってのは分かるじゃないですか、うんうんうん、普通に家の中を
移動してる時に噛んでしまって寝室からリビングに行く途中にガリってやってうわーってなって、あの動けなくなったんですよ一回、はいはい、もう痛すぎて、はいはい、でその後にあの悟空みたいな声が出ますね。どういうこと？うわーっていう本当に、うん、悟空がなんかあのフリーザとかなんかに苦しい時の声ですね。っていう声が出ました。あの時も悟空じゃ舌噛んでるってことなんですか、ね、噛んでるかもしれないですひょっとしたら。ほんとほんと。そんな感じで、そっから金曜日の夜だったんですけど、土日もずっと痛くて、で月曜日の放送も昨日の放送も、普段の喋りはまだなんとかなるんですけど、原稿読みの時がやっぱ大変で、なんとかなんとか必死に読みましたね。もう怖いね。ご飯食べる時も痛いんだ、だから反対側で噛むようにしてたみたいですね。噛んだ後って口内になりません？なるなるなる。でなって膨れてでまた噛むんだよね。そう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 。だからもうね同じとこやっちゃうんで、もうそれが怖くてね。もういやでももうこれも老化なのかなって思う気がすを過ごしてました。痛いわ。ねえ、はい、老化というと僕ももう本当にここ最近老眼が始まって、うん、あでも大体40、今年で我々40ですからね、ねえ、はい、ないないと思ってたけど、こういうねなんか原稿とか見るときもちょっとやっぱ眼鏡外した時の方が見やすいんだ、見やすいんですよね、かけて大丈夫ですよ今大丈夫ですよ。なんすか岩さん、メガネ取ったらさなんかね今老眼の説明で分かりやすく説明しようと思ってメガネをちょっと外しただけなんですけど、これいけないんですか？いやもう一瞬でね伝わりましたみたいな。僕も生まれた時はメガネかけてなかったですからね。ロッキー今日なんかツイキャス落ちるみたいよ。なんかあユーストが落ちるんだ。ユースト落ちるよね。なんか録画もね、あこれを YouTube にアップする。なるほど。ということはすみません、ユーストを見てる方は申し訳ない。あなるほど、落ちちゃうんだ。そう家帰って見ようと思ったらなんか9分ごととかさ、そんな感じになってたんで、うん、はい、じゃあここからは、はい、次はすみません、こんばんは。こんばんは。たくさん見ていただいておりますね、ありがとうございます。すごい。どっからだスタート。ここからか。はい、いきましょう。はい、ドクロのピアさん、こんばんは。堀内孝雄です。サンキュー、サンキュー。アルファウィングさん、どうもこんばんは。Go to the Sky です。スカイ、泉さんの特急サザンさん、こんばんは。坂本龍馬です。はい、夜明けです。夜明けぜよ。夜明けぜよ、ぜよぜよ、はい、夜明けです。沖縄にワンチュールさん、あーはいはい、あの当選してねゲットしましたということで、はい、よかったです。ホワイティ西原さん、こんばんは。パッキャオですね、おめでとうございます。おめでとうございます。ボクサーですね、はいはい。サウロ兄さん、こんばんは。 OBP のサウロです。新メンバーですか？いや、いつの間に。 ね、 ね。あとはあとは青井さにかさん、空前絶後のサンシャインマンです。あ、マンいらないですね、サンシャインですね。クールだわ。つよぽんさん、こんばんは。地獄車のデーモン小暮です。あー、はい、わかる。ありがとうございます。すいません、反応できずに。小暮な、何万歳。田中由美さん、こんばんは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 。AKB ファンさん、これゆうこに来てますね。ゆうこちゃん、こんばんは。こんばんは。かわいいねって来てますね。やったー。よかったですね。あとはあ、ティラノサウルさん、右の方はメガネが似合うっていう。あ、僕ですか。はい、あ、ありがとうございます。おりますね。はい、ということで挨拶系はこんな感じですかね。はい。今日なかなか今週は、ま、みんなね、皆さん抑えてるような感じ。大丈夫ですかね。いや多分ね、ちょっと動画切れてるから、色々切れちゃってるんですかね。そうか、ツイキャスで見た方がいいですね、うん、ユーストリームじゃなくて。なはい、申し訳ない。今日はツイキャス推奨ですね。はい、はい、ということです。今日はまさにでもツイキャス推奨のコーナーが藤江さんのものにもあるということで、あ、これも頭で言っときます。いっちゃいましょう、いっちゃいましょう。今日ね、あの番組の後半でいよいよサイコロトーク、ちょっと静かにしてもらっていいですか。サイコロトークをやるんですよ。サイコロトーク。でそのお題を、うん、ぜひ皆さんから送っていただきたいなと思ってて、ね、うん、今じゃなくて、後で ね、 そうですね、募集しますね。ちょっと考えててもらっていいですか。そうですね、はい、6つのお題が、まあ、準備はしてるんですけど、一、うん、つ一つ話すとまた新しいお題にまた変えるの で、 そ、 で、うん、その時のお題を皆さんに、はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ではもう番組進めていきましょうね、はい、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、
お菓子御殿の提供でお送りします。ギノガルフ、ないぐらいか。移動してる時に言ってほしい。だからね。食べてないの。ガリ。どこから？どこからどこに？寝室からリビングに。あ、リビングに。うん、リビングに移動しよう。うわーって感じ。そう、一人で。自分で一人ごとで。しよう。いや、別に喋ってはないな。そんなルンルン気分ではないな。しよう。うって聞いたのかな。しよう。うって突っ込んだ。お前ここまく覚えてないんです。覚えてないんですけど、シーをふっ、あ、沖縄大好きな3人元気そうでよかった。なんで、いつもね、ありがとうございます。元気ですよ。元気ですよね、うん、元気ですよ。自分元気100倍アンパンマンうまいかも。あ、モノマネ、ちょっとじゃあ今やっぱいいや、10秒前です。やっぱちょっと違うかも。なんかまず下手くそって言われそう。違うかもって何？なんか下手くそって言われそう。カバー君はできるって言ったから。カバー君は、はい、宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中で。ホラー映画ですよ、ただので。ギノガルフ、まあ、先週モノマネ桃太郎をやりまして、はい、ねえ、改めてみんな練習しようっていう風に言ってましたけれども、うん、はい、言いましたね。ね、ゆうこもまたレパートリーどんどん増やしていければいいですね。そうですね、今のおふくろさんのように ね、 ね、 今できたね。そうですね、うん、もうなんかあれ公開処刑ですよね。違うんですよ、ここでしか聞けないレア音源ですからね。ゆうこさんにはたまらない。確かに、確かに、そうかもしれない。そういうものです。さあ、ではここからは、グッドフィールドグループからのお知らせなんですが、今日僕がご紹介します。はい、今日ですね、エニシス&フェル三重那覇メインプレス店をご紹介いたします。レディトゥウェア、レディフォーフェミニン、内面外面ともに洗練され、毎日を豊かに生きようとする前向きで自然体な女性、品質や着心地にこだわり価値以上のものを感じられる服、エニシスの服を着ることで女性らしい可愛さを、より自分に自信を持たせてくれます。エニシスは日本の働く女性に向けてネクストフェミニンベーシックをご提案いたします。エニシスでは今ウェブサイトにてスペシャルウェブマガジン裏川女子の着回し1週間コーディネートを配信しています。モデルの中村梨沙さん、松井愛理さんなどが、裏山可愛い裏川な女性からも男性からも好かれる春夏ファッションの秘訣を教えてくれます。またフェルではフェルリラクシングホリデー、プールサイドやリゾートホテルで本を読みながらゆったりと過ごす大人のリゾートをテーマに、これからの季節に向けカラフルなカラーとリラックスムード漂うスイートエレガントなレディースタイルをご提案いたします。そしてエニス&フェルでは6月6日までの期間中、メンバーズカード会員にご登録していただいた方全員を対象に1000円分のポイントプレゼントを行っています。この機会にぜひメンバーズ会員へのご登録、お店のご来店をスタッフ一同心よりお待ちいたしております。お問い合わせは三重那覇メインプレス1階、電話 098-860-5577 番、 098-860-5577 番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで今日はエニス&フェルということで、うん、はい、こちら写真もありますけれども、はい、ゆうこどういうお店なんでしょうか、はい、こちらはエニシス&フェルはですね、うん、結構あのお上品でレディーなアイテムがたくさん揃ってるんですね、うん、なので、まあ、ゆうこ的に思うのは20代から30代向けかなと思うんですけど、うん、結構このね写真にもあるんですけど、うん、これはい、これね、はい、エニシス、あのパーティードレスとかも置いてるんですよ。なるほど。なので、まあ、ちょっとしたあの、ね、女子会とかにも、はい、結構かわいいのたくさんあるので、うん、おすすめになりますね。女子はね結構好きなフリルとか、はい、あのキラキラ素材とかが入ってるので、はい、結構このドレス見に行くって言ったら私の友達も、うん、エニシス結構見に行く人多いです。
女子は、はい、あの大変だよね、あの毎回そうなんですよ、変えるでしょ、一回来たらねなかなか着れないんですよね、そうでまた被ったりするのもあれだから、毎回変える、もうほら男性はもうね大体同じスーツでとかっていうパターンが多いじゃないですか、だからそれ考えると大変だなと思いますよ、そうなんですね、なんで、まあ、結構お手頃なんですね、ニシスも、うん、でこのパッて着れるカジュアルなドレスも多いですし、うん、女子はね、うん、結構見てますよ、うん、であの最近結構多いのが入学式とか、うん、あのまあ卒業式とかに今まで皆さん結構スーツっていうか、うん、お母さん方も結構スーツ、うん、パリッとしたスーツで行く方多いじゃないですか、はいはい、うん、最近増えてるのがこういったカジュアルな結構ドレススタイルっていうか、うん、で行く方増えてます ね、 ね、うん、これこういうの好きだな俺、あ本当です、こういう感じ、うん、でもね、うん、これ女子も好きだし、うん、多分男性の皆さん結構みんな好きだと思います、うん、あのフェルが男性受けする洋服が超置いてるんですよ、なるほど、女子が見ても分かる、あかいい、あもう完全にもうそういうラインなんです、うん、僕はそういうライン で、 であのフェルのホームページに、うん、私も大好きなんですけど川北真由子さんっていうモデルさんが、うんうんうん、あのホームページでモデルしてるんですけど、うん、もう真由子さんもですね、もう女子にも好かれるモデルさんだし、うん、もうこのホームページに載ってる格好が、うん、もう絶対に、もう絶対に男性が好きな格好。なるほどね。あの、うん、中にもありましたよね、女性からも男性からも好かれる春夏ファッション、はい、裏革というね。そう、もうなんか、いいね、可愛いだけじゃなくて、うん、大人な女性な面もちょっとちらって見えて、大人な感じな、そう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 。このね、やつもありますね。はい、あそうですね。なので私の、確かにこれ好きだな、男性世代が増えてきてます、ここにあの移行するのが、はい、いいですね、うん、なるほどなるほど、うわーぜひちょっとね、これはそう男性受けするんで、これは本当に、はい、女性の皆さん一度足を運んでいただきたいと思います。、サイエナハメインプレス1階にありますので、エニス&、フェル今日はご紹介いたしました。さあそれではどうします、もう曲どうした、虫がね、さっきからさ、ね、いますよね、超ね、分かる分かる、一匹いるんだよずっと、久しぶりなパターンですね。スタジオに虫がいるパターン。はい、曲行くもん、もう行きます、うん、なんかフリートークまだしたい。コーナーたくさん喋った方がいいかな、ね、確かにね、今日ツイキャスの皆さんも参加してほしいから、うん、あそっか、そこで結構膨らみますからね、そうですね、じゃあ早めにちょっと早めに曲、今日はカンナさんのリクエストっていうことで、はい、はい、実は僕ミスチルのチケットが当たりまして、あ、はいはい、ライブ行ってくるんですよ、うん、ミスチル今年25周年で、はい、いやもう楽しみ、ただね、うん、あのドームなんですけど、アリーナじゃなくてスタンドでしたね、席がね、あなるほど、まあ、ちょっと遠いんですけど、まあでもでもその中にいられるという、はいはい、25周年なんですね、はい、あのクロスロードから25周年ってことですね、あれが最初、違いますね、 あれ最初じゃないんですか、ね、デビューは92年ですね、君が行った夏という曲が最初で、はい、クロスロードは94年ですね、あだいぶちょっとデビューしてるのだいぶ後なんですね、はい、クロスロードは4曲目かな、4曲目、まあ自分もそのぐらいからミスチルを好きになって、うん、でまあイノセントワールドで1位取って、うん、そっからずっとですからねミスチルは、もうちょっと時間なくなったかな、曲かけさせて。ここまで話して、じゃあもう懐かしい曲かけましょう、あ、うん、そう分かるような、はい、では今日僕のリクエストです、はい、Mr.Children 星になれたら、自分も聞いたことあるかな、これなら聞いたら分かる、うん、これそういえばミスチルで、うん、よくカラオケ歌ってた曲が、うん、雨のち晴れだっけ、あああるある、あれなんかしらんけど、うん、そっち歌ってたの、なんでだろう、面白いよね、あれともね、そうだね、アトミックハートというアルバムに入ってまして、ティラノサウルスさん、ミスチルってもしかしてミスターチルドレン、それ以外は何ですか。他に何かあるのかな、だね、いやいいですね、ミスがカラオケ行きたいけどかな、カラオケベロ痛いな。いやいや、でも原稿もベロ痛い。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。今痛虫痛い痛い。あ本当だ。
歳では夏だな。はい、ドクロのピアスさん、いやさんガサガサうるさいな。いや今だって集音マイクになってるからね。あ、そうなんですね。この時すいません、あれで拾ってるから結構遠くでも。坂本アップルさん、ミスチルドーム、東京ドームの三塁側スタンド最前列だったけど結構遠かった。そうね、自分東京ドームの4階席ぐらいを最初見たことが。ただだからもうこんぐらいなんだけど、はいはい、桜井さんが、はい、ただあの空間にいられるだけでもテンション上がるんですよ。え、次はどこなんですか、ドームは。名古屋です。名古屋ドーム、はい、へー。今週末名古屋ドームに行き、はいはいはい、中日ドラゴンズを見て、はい、で来週末披露宴の司会をし、再来週末名古屋ドームでミスチルです。へー。一周挟みの名古屋、名古屋という。名古屋といえば味噌カツ。そうそうそう、有名ですね、うん、あとキシメンとか。あー、キシメン、うなぎも。キシメンと、あとはああ、うなぎも、うなじゅう、うなぎ、ひつまぶし。何が違うんですか、ひつまぶしとうなじゅう。ひつまぶしは細かく切られてる感じかな。味は一緒。あ、あれですよね、ひつまぶしはお茶漬けになるんですか。最後お茶漬けみたいにして食べる、いろんな食べ方が、はいはい、あるね。うん、あんまり俺そういううな重に惹かれないな。へえー、あ、そう、うなぎ大好き。おいしいよ。え、シーチキンとどっちが美味しい。うなぎ。シーチ、うなぎ。俺はね、まあやっぱり1位はトゥーナ。魚なトゥーナ入れ、まあご飯にかけるんだったらやっぱそっちかな。うなぎかトゥーナだったら。あ、トゥーナ。トゥーナ。え、どういう食べ方が一番好きなんですか、トゥーナ。だ、醤油かけて、でご飯の上にのせて。あ、めっちゃシンプルですね。あ、マヨネーズとかはいらない派。いらない。判断じゃない。お前今シーチキン評論家みたいな香りだった。どんな香りですか。マヨネーズ、うん、そんなのいらない。シンプルでいこうぜ。いいですね。でもあれだな、もやしと炒めたのが好きです。あ、俺だからめっちゃ美味しい。ちょっとサラダに入れたりとか。はいはいはい、ツナサラダ。意味がわからないっていう。あんなのじゃない。素材そのものを楽しんで。素材そのもの。素材。シーチキンの素材そのものを楽しんでほしい。あ、じゃあ、あれは回転寿司のなんかツナ軍艦、あ、軍艦みたいな味です。あれは、あれ、私頼む。違う、違う、もう缶から開けたやつが、もうそ油だけ切る、油切る、油切って、ってことね。昔は、虫が、あ、つかんだ、あ、いない。昔は、あの、油切らなかったけどね、まあ、今、結婚してからかな、切らないのって言われて、油捨てないのって言われて、あ、昔は全然気にしなかったんだ。東京で初見のシュプリームです。カンナさんのシャツのボタン意識高い系ですか。いや、これ立ったら別に普通なんですよ。座ったらね。立っ、そうそうそう、こうこうになっちゃうんですよ。意外に気になるんだ。全然自分気づかなかったね。うん、別にもっと開けますか。全部開けた方がいいのかな。こうしてた方がいいの。こうしてた方がいい。いや、別に、どうすかね。別にどっちでもいい、うん、あれですよ、あの黄色いシャツ着てるんですよ。裸じゃないですよ。裸に見えるからか。ああ、そういうことね。違いますよ、ね、裸ではこんな胸元開けないです。ああ、見えるね。そうだね。なるほど。今じゃびっくりしたと思って。乳首だけ見せると思ってんだな。じゃあ行きます。はい、じゃあマイクあげます。ミスターチルドレン星になれたらでした。ツイキャスでね、胸元だいぶ開いてますねっていう風に言ってると、今画像で見たら、映像で見たら、うん、中黄色いシャツ着てるんですけど見えないですね。素肌の上に白いシャツは着てるみたいな。ね、だからみんなそういう風に言ってたんだ。違いますよ。あ、そうか、照明とかいろんなので、うん、見えますね。確かにね。確かに見えますね、裸に、はい、なるほど、違う、ちゃんとシャツ着てます。僕そんなことしないです。はい、ということで、もう今ね、曲の間に、イヤさんが、もうシーチキンが一番好きだと。うなぎとシーチキンはもうシーチキンの方が好きだと。シーチキンの素材そのものを楽しんでほしい。素材そのものを楽しむ。楽しんでほしい。話をしてて。全然聞くね。シーチキンの素材そのもの。うん、昔、イヤさんのお父さんにも電話で聞いたことがあるんだけど、はいはい、私は海鮮ものが好きなので、うん、
トゥーナーが好きですそうだね、割と僕ね、あの結構ちょっとグルメなんですよって言って海鮮ものが好きです。海鮮グルメでね、海鮮も一番好きなの何ですかって言ったトゥーナーです会いたい、もう最高でしたね、はい、ありがとうございます。すごいな。さあ、じゃあもう、はい、コーナー行っちゃいましょうか。はい、はい、サイコロトーク。さあ、このコーナーですね、 MC3 人が持ってきたお題をサイコロの目で決めて、はい、まあだこうだとトークするコーナーです。はい、まあ、あの一度出たお題はね、どんどん消して、でツイキャスの皆さんに、そのお題をもらって喋ろうかなと思っております、うん、なのでこれから皆さん、あのお題をぜひ何について喋ってほしいのかというものを、送ってきてください。よろしくお願いいたします、はい、ちなみに最初からね、はい、表示されているのは、まずは今出てるのが、まあ、僕ら3つで、はい、1の目が美味しい話、はい、2の目がやっちまった話、はい、3の目が嬉しかった話、4の目がちょんぼろちょろりの話、うんうん、はいはい、で5の目がびっくりした話、6の目がプレゼントの話、はい、ということで、それぞれ僕ら3人が持ってきたお題で、はいはい、では早速振りましょうか。はい、誰から行きます？ゆこちゃんから。じゃあゆこが振りましょうね。はい、お願いします。なんか、はい、ゴミ入ってるけどびっくりした今、嫌がらせだごめんなさい、ゴミが、はい、じゃあ、はい、サイコロやりたいと思います。はい、はい、何が出るかな、いきますよ、何が出るかな、ダダダダダダ、はい、4! 4! いきなりですね。いきなりだな。ちょんぼろちょろりの話。はい。はい、これ、かなさんが持ってきた。そうですね。うん、なんですか、ちょんぼろちょろりの話。はい、皆さん、ちょんぼろちょろりって、このワード聞いたことありますか？ないです。ないですか？これね、なんだ、これ僕の奥さんがいきなり歌い出したんですよ。はい。子豚のしっぽをちょんぼろちょろりって歌い出したんですよ。うん、いや、お前おかしいだろって。これお前、お馬はみんなパッパか走るだろっていう話をしたわけです、はいはいはい、いや違うと、これで習ったっていうわけ、うん、子豚のしっぽをちょんぼろちょろり全然そんなのないだろって言っていや、これはじゃあ調べてみようって、ああ、はあ、調べてみたら、うん、なんとこれ2番の歌詞でした。あ、そうなんですね。そう、あのお馬はみんなパッパカ走るパッパカ走るじゃないですか、うん、はい、2番に入ったらこの歌詞でしたね。へえ、子豚のしっぽちょんぼろちょろり、どういう意味、ちょんぼろちょろり、ね、全然わからないです。へえ、やっぱりそう、だからそれが残ってて調べてみたら正解だった、だから間違ってなかったんですよ。1番じゃなくて、奥さんは2番の話をしていた、ただこれ周りに行っても誰も気づかなかったんで、うんうん、やっぱちょっと大発見でしたね。だんだんやっぱ2番はちょっと雑になってしまう傾向があるんですかね、うん、パッパカ、ね、なんかありますよね、まあまあ、あれ前もあったじゃないですか、あのキャプテン翼の2番がちょっと雑とか、あーなんかありましたね、ね、うん、1番の歌詞はかっこいいけど2番が何だったっけ、ゴーゴーサンバゴーゴーサンバスズメもサンバみたいな、なんかそんななんかね、なんかだんだん普通になりました。なんかばあちゃんも走るみたいな、なんかそうそうありましたね。ありましたもんね。そうそうなんですよ。だからちょっと最近受けた衝撃、うん、ちょんぼろちょろりの話。ね、どういう意味なんだろう、気になる。歌でなんか間違いとかって言ったら、うん、何だったかな、川光あんりさんのお母さんがよく口癖で、うんうん、あのずっとポーラー橋本って歌ってたんですよ、ずっとポーラーって言ったけど、よくよく追求してみたら、うん、キロロのポーラー橋本、うん、まあね、見てごらんをずっとポーラーだと思ってた。誰、まあ、これね、うちの奥さんも歌詞間違いは半端ないんですよ、はい、山ほどありますよ。あれ なんとなくで覚えてるんでしょうね、ニュアンスで多分聞いてるんでしょうね、なんだかな、雨雨ふれふれ母さんが茶の間でお迎え嬉しいなって言います茶の間で待ってます全然迎えに来ないです、全然嬉しくないです、家で待ってます、一人で帰ってるってことですよ、その子はね、まあ、またいつか話します、はい、はいはい、ということで、じゃあ4番消しましょう、消しましょう、はい、はい、あ
ところのピアスさん、よく覚えてますね。あずさ2号のもう間違って覚えてて、うん、サビの部分わかります？あずさ2号、あずさ、あ、8時ちょうどのじゃないですか、はい、彼女は午前0時の全然違う、遅いな遅いな、もう寝てないよその時間にはっていう全然違うな。そうですね、そんなのがもう山ほどあります。面白いですね、はい、じゃあ、はい、皆さんお題を、はい、うん、あ、送ってきてください。よろしくお願いします。はい、いいです。今のところエッチな話しか来てないですね。仮に、はい、まあ、エッチな話入れておきましょう、はい、4にね。あと、はい、AKB 総選挙の予想の話題とかも来てますね、うん、なるほどね。はい、じゃあ続いて、じゃあ、はい、僕が、かなさんが降りましょう、僕降りましょうか、はい、じゃあ行きます。3番、うん、3番、あ、嬉しかった話。嬉しかった話、これ誰ですか？あ、これ僕が持ってきた話、ね、はいはい、嬉しかった。これね、うん、本当にマジで嬉しかった話なんですけど、うん、あのね、僕あのテレビの制作仕事やってるんですけど、うんうん、10年ぐらい前にあの時ね、あの琉球放送で上等 TV っていう番組が、うん、やっていて、その時にまあ、初めて僕が特集 VTR をちょっと担当した、はい、10年前ですよ、うん、成人式、成人になった人、まあ、成人式の若者を特集したんですよ、うん、まあ、3人ぐらい取材してるの、そのうちの1人が、まあ、女性で、まあ、介護の勉強をしていて、はい、でなおかつ、まあ、エーサー団体に入ってエーサーやってると、うん、という取材を、まあ、10年前にやって、うん、まあまあ無事に放送しました。それから、まあ、本当にここ最近の話にもなるんですけど、うん、会社に一本の電話が来るんですよ、はい、で、まあ、その人が、まあ、仮に、まあ、日賀さんだとして、うん、で、あの僕の方に女性の日賀さんから電話かかってきてました。え、誰だろう。で、うん、まあ、僕全然その、身に覚えがなかったから、はい、まあ、とりあえずなんか電話番号聞いてたんで、それかけると、うん、あのそのどんだけやめてください自分の、はい、かけるとですよ、うん、その10年前に取材したその女の子だったんですよ。へー。で、うん、あ、矢さんですか、ご無沙汰してます、うん、え、あ、久しぶり、 あの時のって、あ、どうしたのって言ったら、うん、10年前に取材させていただいて、うん、あの時はもう20歳になったばっかりで、うん、もうまだ全然子供で、うん、何のことかもう取材されても分かんなかったんですけど、うん、あの時ちゃんとお礼が言えなかった。で、うん、あれから10年経って私も30になりました、うん、で30になったらちゃんとお礼を言おうと思って、うん、会社の方に電話させていただきました、うん、という電話がかかってきて、10年越しにこうやって覚えてくれて、うん、で、まあ、お礼を言うためにですよ、うん、でぜひお礼させてください、まあ、ぜひちょっとじゃあ一度、会ってお礼させてくださいということだったんで、うん、で会っていろいろ当時の話とかしながら、うん、なんか地元のお土産とか持ってきてくれて、うん、まあ、話されたっていうか、まあいろいろ嬉しいですね。いや、こんなね、まあ、やっぱその、まあ、この仕事を妙に尽きるっていうか、うんうん、10年経ってもこうやって覚えててくれるっていうのはすごい嬉しかったですね。だから我々はこうやって普通にね喋ったりとか、うん、こうなんか仕事をしてその中の一つだったかもしれないですけど、受け取る側からしたら、うん、すごく大きなことって結構あると思うんです、うん、一言とか、うん、そういうのって。で、まあ、その方にとってはずっとやっぱ記憶に残ってたね。嬉しい。なんかそれをなんか結婚式の余興でもそのビデオを流して、うん、でみんなにも分かってもらってとかっていう話をされてて、うん、まあ、本当にもうごめんなさい、全然笑いとか何もないけど本当に嬉しかった話で、しかも、うん、もっと、まあ、よかった。その方はね、自宅介護の仕事してて、もちろんその学生の時にやってた勉強をずっと続けてて、まあ、介護士になってるんですよ、自宅療養、うん、で今、まあ、その自宅介護がすごいやっぱ沖縄ではだいぶ問題になってると、うんうん、やっぱだんだん高年齢の、ね、うん、高齢者の方が増えて、ね、数が間に合わないということで、うん、まあ、ちょっとそういうことをまた、ニュースの方でまたちょっと取り上げてですね、うん、もうちょっと再度ちょっとその今度はその女性の仕事場のちょっと取材をさせてもらったんですけど、うん、ああいいですね、うん、繋がりますね、繋がって、うんうん、まあ、素晴らしいなと思った次第でございます。いいです。だってもうそれぞれみんな人生があるわけですよ、はい、10年経ってどういう風になってるかっていうのはね、うん、もうみんなわからないわけで、10年前ですよ。だからね、あれからだから
ね、僕らは全然なんか成長してないですけど、まあ、同じことを ねやってるわけですけど、それぞれの出来事があるわけでね、まあ、立派になってましたね、すごい。いやだから昔マンデラスやってる時に聞いてた高校生リスナーはもう30歳ぐらいですよ、今、はい、あの企画でやった時に集まってくれた10人ぐらい、女子高生が、はいはいはい、あの時集まってくれた子たちはもう30歳で立派なもう大人ですからね、ね、どうなってるんでしょうね。そして我々のことなんかも覚えてないでしょうね。でもね、まあいいですけどね。10年後か、ゆこも。来てますね、お題。10年後の自分っていうのが。なるほどなるほど。じゃあそこに。ここにじゃあ嬉しかった話を変えましょうか。はい、10年後の自分。うん、はい。っていうことにしましょうか。じゃあ岩さんちょっと先に。はい、じゃあ振りましょうね。はい、お願いします。はい。じゃあお願いします。はい。かな、何が出るかな。お、1! 1! 美味しい話。美味しい話。これは僕ですね。お、はい。先日、はい、実は沖縄そばのロケがありまして、ほう、これウェブサイトで沖縄そばランキングというのをやってるんですよ。はい、服部さんがやってるものがありまして、はいはいはい、なんか知らないですけど、僕がその、1位の人を表彰するっていうのにずっとなってて、うんうん、で2連覇をしたって話しましたっけ、同じお店が。してないか。いや聞いてないですね。同じお店が2連覇したんですよ、それが宜野湾の、うん、かかず公園、公園の、はいはいはい、分かります、入り口にある、うん、3丁目の島そば屋っていうお店があるんですよ、はいはいはい、そこがなんと史上初の2連覇をしまして、行きます行きますよく、あそう、うん、まあ美味しいんですよ、美味しいですね、僕も久しぶりに食べたんですけど、特徴は麺が、うん、細麺、太麺、縮れ麺、この3種類が一緒に入ってるんですよ、うん、だから食感が飽きないわけ、はあ、口の中にこう入れるたびに、食感が変わるから、もう同じ単調な感じじゃなくて、はいはいはい、最後まで楽しめるわけ、はい、でスープはカツオベースのあっさりだしなんだけど、はい、早期とかも臭みをもうしっかりしっかりとって、はいはい、で三枚肉もあって、これがスタンダードな、お蕎麦なんだけど、うん、まあ美味しいですね。僕もいろんなお蕎麦屋さん行きますけど、はい、これはもう間違いなくもう上位ですね、うん、1位っていうのも納得できる、はい、お店です。三丁目の島そば屋、これね、ネット投票ランキングなんですけど、はい、1回投票したらもうできないシステムらしいんですよ。あ、なるほど。同じお店には、うんうん、それで2連覇するってことは違う人がやってるってことなんで、これはだから本当にすごい2連覇だと思うんですよ、うん、で、観光客の方とかもやっぱ情報を仕入れて来るそうです、うん、こっちにネットで情報を仕入れ、だからもう、流れで来るとかじゃなくて本当に食べに来たいという、うん、そういう人が集まる、とこらしくて、で、土日は250杯ぐらい出るって言ってましたね。あ、そうなんですね、うん、でもなくなり次第も終了になるので、あ、そうなんだ、そうそう、だからお昼だとしたらちょっと早めに、はいはい、ぜひ行ってください。そべそばも美味しいよね、うん、そべそばもドクロのピアさん美味しいんですけど、うん、僕もそべそばはね、一昨年だったかな、3年前だったかな、ランキング1位でしたね、うん、すごいな。そうそう、僕も週1回ぐらいそば屋行かないと気が済まない人なんですけど、もう好き、もう好き。先週の土曜日は高S そば、あ、はい、いいですね、美味しいんですよね、油脂豆腐そばが人気のですね。もうそばってそれぞれね、好み、そう、あとお気に入りのお店が、マイそば屋みたいなのがありますよね、はいはい、ありますね、うんうん、ただもう今本当にこの三丁目の島そば屋は、うん、本当おすすめですので、皆さんもぜひ、はい、よかったら、ね、はい、行ってください。宜野湾のかかず高台公園の入り口、うん、はい、向かいにありますので、はい、うん、はい、ぜひ行ってください。美味しい話、最近食べた中で一番美味しい話しました。はい、はい、食べたい。いや、なんかいいですね、うん、もう一個いきます、もう一個いきましょう、ね、はい、じゃあゆこ、はい、なんかいつもと違ってなんか、うん、ね、あ、石具は、石具ははね、一昨年1位でした、はい、ね、15番目の男さん、はい、じゃあラスト、はい、いきます、はい、時間的に、はい、何が出るかな、うん、6番、あ、6番、プレゼントの話、プレゼントの話、プレゼントの話、これはこれ僕なんですけど、はいはい、あのね、あの、ゆうこ出なかったね、出なかったですね、いいですか、ちょっとプレゼントの話、どうぞどうぞ、誕生日プレゼントっていうの話なんですけど、はい、大学の時に、うん、あ
あるバー、293というバーが長田にあるんですけど、うん、そこのバーテンさんの方がすごいいつもお世話になっていて、うん、で友達と、まあ、そのバーテンの人、まあ、ソナさんっていうんですけど、はい、なんか誕生日が近づいてきたと。でその僕の友達とその誕生日プレゼント、まあ、そのソナさんにねプレゼント何にしようかっていうのを、うん、まあ、飲みながら話してたんですよ、うん、そしたら友達が、俺たちまあその友達2人なんです、あの頭にソナって入れよう、うん、文字を、バリカンかなんかに切ってってこと、そうそう、あのバリカンで、うん、もう一部ぐらいにして文字でそうなって入れようと、はいはいはい、っていう話になったんですよ、うん、まあ、それでお酒も入ってたんで、あ、いいねいいねそれって思ってたんですけど、うん、まあ、まさかね冗談だと思ってた、まあ、お酒の席だったんでね、うんうん、そしたらそのソナさんの誕生日の日にですよ、うん、あの友達から電話かかってきて、うん、俺もうなって入れたからよと頭に、あ、なるほど、お前はそうやってこいよと、うん、お前だから俺もうな入れたから、うん、もう俺引き返せ、もう引き返せないからよ、うん、でそうを、うん、お前入れてこいって言われて、うん、でまあガネコの、まあ、床屋に行って、おろしいですよ、顔が映んないんで、はい、ガネコの床屋に行って、はい、でどういうカットしますかって言ったら、うん、じゃあ頭にそうを入れてくださいって言ったんですねそしたらその店員が、うん、あれ昨日かな、名を入れてくださいって言ったな。あ、それ俺の友達です。いや、あれはね、ちょっと本当に思い出に残る誕生プレゼントで。何年前だっけ？もう、いや、もう学生、大学の時なんで、ね。あ、まあ、そのノリですよね。そうそうそう。その時も、ファミレスでバイトもしてたんで、うん、で、まあ、そのまま層を入れたままね、ね、うん、まあ、厨房だったんですよ。うん、で、まあ、帽子かぶって、うん、で、厨房立つんですけど、うん、まあ、周りがもう一部なんで、うん、もうすごい分かるじゃないですか、うん、で、はいはいはい、そこに中国人の、 あの王さんっていう方がいたんですけど、うん、あれイハコンって、うん、どうしたら髪切ったのとかって言って、うん、俺が切ったんですよ、うん、王さんって帽子を脱いだら、うん、そって書かれてるじゃないですか、うん、その中国人の王さんが、うん、あいやーって言ってた正しい正しい中国人ですね、中国人にやっぱりびっくりした時あいやーって言うんだと思ってわー漫画みたいですね、漫画みたいに王さんって言うんですねやっぱりまあそれを聞けても勉強にもなったって、まあ、なるほど、とりあえずまあすごいまあ喜んではくれてたんですけどね、なるほど、岩さん、はい、いいですね、いい話でした、そういう外なっていう思い出に残るプレゼント、なるほど、はい、はい、ということで、じゃあここまでと、あ、そうですか、はい、はい、じゃあ以上サイコロトークのコーナーでした、ギノガルフ、うん、すいません22人もツイキャスありがとうございます、ありがとうございます、ね、すいません黄色い黄色いシャツ、あ、見にくいねこれね黄色いシャツびっくりしちゃうんだ、みんなだから乳首が見えるかどうかでドキドキしてたかもしれない、ね、そういうことなんでしょうね、うん、どこのピアさん、ヒアさんキレッキレ、そうですよヒアさん今日キレてますよ、はい、そう、うん、なんかでもいつも本当にすいませんっていう、いやいやもう今日はいいですね、あ、お茶もありがとうございますお茶、お茶もさっきなんかゼロコーラってお茶くれた人がいたお茶だけどなと思いながら10秒前です、10秒前、英語の上皇先生って先生が危ない時に出た一言、うん、アブ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 ギノガルフ、ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛グッドフィールドグループ岡地御殿の提供でお送りしました。さあエンディングです、はい、じゃあ告知いきましょうか、ゆうこ、はい、はい、今週の日曜日ですね、国際通りで定期イベントがあります、うん、16時からユイレール牧師駅の近くで行います、雨が降ってもあの屋内で行いますのでぜひ見に来てください、お願いします。そしてですね、うん、6月10日土曜日なんですけども、出演舞台がありまして、はい、
ありがとうございます、はい、一等倍逃げた知事泉四季という舞台に出させていただきます、OBP からですねゆうこと、マリンココナが、出ます。であの同じディネ&インディの事務所からも何名か出ますので、うん、ぜひ見に来てください。これあの実際にあのいた泉四季さんという逃亡した知事って言われてる、うん、あの方の物語なんですけども、沖縄の方もね結構知らない方が多いので、はい、私もこの舞台やるってなって知ったので結構奥深いというか、こういう演劇で歴史するのっていいですね。そうですね、はい、もう沖縄の方にはぜひ見ていただきたいので、はい、ぜひ見に来てください。詳しくは、はい、6月の10日ですね、OBP は私のツイッターでも発信しているのでチェックお願いします。はい、さあということで僕はもう、うん、あれです週末に名古屋行くっていうことだけなので、はい、はい、以上ですね。ゆうここれこでいける ?1 分で今日ねちょっとねゆうこちゃんのお題がなかったので、はいはい、1分でいける。あ、そうですね、じゃあびっくりした話をちょっとやりたいと思います。うん、2週間前ぐらいの話なんですけど、うん、あの家に帰るとご飯が用意されてまして、うん、あのその日がね珍しくトマトパスタみたいな感じだったんですよ。あんまり自分たちの、ね、ご飯があのメインなのでパスタってほとんど出なくて、うんうん、あトマトパスタだと思って普通に鍋から、うん、あのねお皿に入れて食べようと食べ進めてたら、うん、なんかちょっとねパスタとは違う感触があるんですよ。はあ、何これと思ってパッて見たら、うん、パスタと同じぐらいの量のちくわが入ってたっていう、ね、あの男兄弟多いので、うん、でもお母さんがねかさ増しでちくわを入れてるんですけど、それにびっくりしたって話ですね。ちょっと待って、パスタにちくわ入れてたってこと？そうそうそう、トマトパスタちくわみたいな。お母さんはこれバレないんじゃないかなみたいな感じで出てたのかな。そう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 、あのね未だに何も言ってないだから今日聞いててちょっと絶対家で爆笑してると思う。あ、いいですね。お母さんにも一度お会いしてみたいですね。よく話題に、ね、そうですね、出てくるんでね。はい、ということで、あ、いいお話ですね。はい、ありがとうございます。はい、矢沢は告知的なものは大丈夫です。大丈夫ですか、はい、僕は週末名古屋行ってきますんで、なんか、はい、あのお土産買ってきます。イエーイ、はい、楽しみにしていてくださいというところでお時間です。ギノガルフ、お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトのゆうこでした。また来週火曜夜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。バイバーイ。はい、はい、ということでありがとうございました。ツイキャスの皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。